はい、どうもよいふけです。前回ザニの塔のボスを倒して今ここセーブポイントに戻ってきたところですけど、ここで倒したんですよね。で今現状、この辺りは探索できないと僕も行けないしね。だからこの先ここを見ようかなとは思ってますね。とりあえずね、現状行けるところがないですよね。さあ何かあってほしい。若干詰まり気味なんじゃないかって言ったしますけど、ちょっと待った。ユーザーのアビリティ、そうだった。これはね、フライングアーマーじゃないと、フライングアーマーが必須になってしまいました。ここをですね、攻略するのに、攻略ってか通過するのにって言えばいいんですかね。こんな感じでね、なんかありますね。鍵か、塔の鍵。あ、やった。しかもセーブポイント。なるほど。とりあえず一旦出直すか。塔の鍵ってここにある、何かあるってことですかね。あ、これか、これですかね。確かなんか塞がってたんですよね。あれが扉なのかな。いいか、とりあえず行ってみよう。その前に物資の補給などやっておきますかね。ソウル新しいの入手してないから、多分ヨコちゃんのとこで合成的なことはできないかな。念のため、アリカドもここに来た。そうだね、いたね。見張るため。そうだよね、護衛してるかと思ったよね。そうね、それ話つけておかないとね、本当にね。前回も言ったけどさ、間違いないと思うけど、自重しろって説教された。帰ってほしいってさ。そうだね、みんな優しいよね。剣かフラガラッハ使ってみたいけどな。でもグレーターマー必要なんですよね。グレーターマー結構有効ですよね。やっぱこれ残しておくべきだよね。特に今だから何もないんだよね、できることが。ファットスローターってなんだ。ウィップナックルだって。これでいい。ファットスローターってどういう敵。いいか、セスタス強化できるみたいなのでやってしまいますか。セスタスってあれですね、ローマの剣闘士たちが使ってた拳につけるやつですね。ウィップナックル、いいか、ウィップナックルとやらを間違った、つけてみますか。ウィップナックル、ムチのようにしなるパンチ、これか。技的なやつは使えないか。どうなんですかね、これね。短すぎるよね、明らかにね。どうなんですかね。いらっしゃい。でも連射効くのはいいよな。なんだ。頭じゃ分かっちゃいるんだが、ちょっと多すぎやしないか。何か。ユリウスがな、ヨコさんのところに来るからさ。あいつだから、じゃない。打開きついんじゃないの。やべえ、戻らなくちゃ、つって。そうだよ、仕事なんだから。恋に年の差関係ねえからな。考えすぎだって。そうだよね、ヨコさんだって仕事のパートナーだって言ってたぞ。言ってないけど。これ相馬くんなるに優しさだよね、きっとね。じゃあ OK だ、ハマ。単純買ってくれよ。買いますとも。とりあえずこれを買いましたね。あとなんか増えてるか。いや、特に何もないか。この辺の欲しいですけどね。なんかあるかな、欲しいもの。この辺ちょっと欲しいかなっていうのはありますけどね。でもこんなところですかね。あとソウルイーター欲しいですけど、なんか金策考えないといけないなって思ってます。さあ、じゃあ行きますか。金策ですよ。なんだ、暁のメネットだと、確か、なんだっけ。
トゲに刺さって稼げるソウルがあるんだよな。あれいい感じだったよね。こっちはないっけ。トゲに刺さってなんだっけ、ミミックかな。かなりこうドロップ確率が低かった気がしますね。だけど一回入手した後この経験値を稼がずにお金を貯められるんで、まあ、かなり重宝しましたけどね。だから狙ってみますかね。多分ミミックだよね。宝箱の時いましたよね。あれをなんか安定的に枯れるところがあればいいかなと思ってますけど、とりあえずセーブ取ってから行きますか。まあ、とりあえずちょっと降りなくちゃいけないかな。ここから降りちゃうか。このここではないか。この下かかな。さあどうですかね。あ、よし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 、新しいエリアじゃない。うん、おわ、来ましたね。はい、ここですね。さあ何があるのか楽しみじゃないの。何が待ち受けているのか。呪縛の時計塔、時計塔だ。時計塔か。呪縛のってなんだ。やっぱ死神いるのかな。あ、うん、まだこんなところにいたんですか。ずいぶんのんびりですわね。うるさいよ楽しんでやってんだよこっちは。ダリは私の召喚した炎の悪魔と融合し、さらに強大な力を得ました。ありがとうくん。ソーマ下がれ。あ、ユリウス来たー。うん、誰を来ようと誰を止めることなど不可能。新たなる魔王が誕生するのもほぼ確実。倒してしまえばいいんだろうこのメンバーだと負ける気しないね水脈の奥から強力な魔力を感じる。水脈の奥、多分それがダリオだ。俺はセリアを追う。水脈の奥、歩くの早えさすがだね。俺たちの役目。いや、そういうかにいかんよね。ハリカト君、歩くの早すぎね。とりあえず、でも、ここから、先行きますか。あ、またあれがある。あ、なんかこれ、下の方に移動しすぎじゃない。またこれがありますね。573って書いてある。それ上に時があるな。いくつだと 38? これ何なんだ38って。ゴールドかかな。ゴールドの末尾を573にすればなんか開くってことか。ちょ、もう一回やってみる。なんか動画見返したらやっぱり同じ数字になってましたね。やっぱ38になりますね。あ、ゴールドですね。所持しているゴールドによって変わるんだね。あ、悪魔城伝説。これでも2段ジャンプありますからね。あ、ちょ2段ジャンプあるから大丈夫なはず。うん、やっぱ2段ジャンプいいんだよね。ゲート来ましたね。黄色になったな。あのなんかスロットマシンみたいなやつどうするかな。開けた方がいいんですかね。ちょっと開けずにいけるのかな。だったら2周目のお楽しみ取っとくのも悪くないんじゃないかなっていう気がしてますね。あ、倒せない。ちょっと強くないこれ。あ、インプ精神にダメージを与える空間を作ったです。なんだそれは。あ、見覚えがあるぞ。パンチで倒せないですね。あ、スカイマーハーピー。スカイマー使ってみるか。力を借りるぞ。あ、いいですね。クレーターアーマー使うか。合成でさ、やっちゃおうか。攻撃範囲が広そうだ今回は。
ソウル使ってっか。なるほど。ちょっと待てよ、これがさ、ちょっと多い、数が多い。ワープ確認したい。でもそれなんだ、アーミージャケットクイップ、いや弱くなるか、チェーンメールの方が強いんだな。切れにくいっていうのはなんかこう属性的な何かあるんだ。しかし首吊ってる人っていうのは吊られてる人多いですね。はい、マップ確認する。道中にこう下の方向に進めるところがあると、まあ、そこは後で行きたいと思います。とりあえず HP が危ないですね。どうする、ソウル変えてきますか。メデューサヘッドがやっぱりこういうところではこんな風にしてね止まれますんで、この上に行きたいわけですけど、どうするどうする、ちょっと多すぎるな。あ、しまった、ちょっと MP 使いまくられている。 MP そんなことしてくるのか、そういえばその時だったね。ちょっと多いな、どうする。ちょっととりあえずさ、装備悪いねこれ。ウェープナックル良くないね。なんか連射が切りだ、しかもこの攻撃範囲が広いっていうのがいいな。そういうやつがあればいいんですけど、とりあえずインプなんとかしないといけないですよね。最優先でか。で一旦ブレイクか、アイテム使って進みましょう。MP がかなり使ってしまいました。あ、まったか、降りる降りる、落ちた落ちた。さあそうだった、敵復活するな、それはな。待て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 、あー落ちた。ここ抜けんの至難ですよ。どうする、石化無効みたいなやつが欲しい。とりあえずインクなんとかしないことには。ここ抜けるのどのくらいかかるんだ。また一回やるか、左に入りますか。どうする、抜けられない抜けられない。あ、またちょっと待って、あ、またか。なんか面攻撃できるものがないとな。なんかて、あ、マップ全体の攻撃ができるみたいな、そんなやつがあればすげえ都合がいいんですけど。HP が危ないですね。どうするか、これ厄介すぎる。一気に抜ける。あ、何もないんじゃないそれ。え、ちょっと待って、 何もないのか、ここ。こんなに努力してやめなかった、マジか。あ、ちょっと待って、危ない。どうするか、まあいいか、とりあえずライトも使っちゃおう。買ってきたんだもんな、使うときだ。これをうまくする。あ、あれ変わっている。あ、まだか。まだか、早くしてくれ。連打しないといけないのか。早く終わりにしろ。この下か、この下に何があるというのだ。ソウル使いたいんだけどな、やっぱりソウルでやっていくか。
あ、エビルか。これか。よし。あいつのソウルもやっぱ弾飛ばすのかな。ウンプ。で、精神にダメージ当たるって書いてあったっけ。精神ダメージ当たる。MP にダメージ当たるとかですかね。MP と HP を入れ替えるっていうソウルありましたね。暁で。スライムのすごい綺麗なやつがいる。降りてくるかな、下に。変なの入っちゃったな。使うな、使おう。実際ヘッドよりもこっちの方がコンプリートあるから。力を借りるぞ。まあいいか。ここはうん、新しいエリアか。まあいいか、行ってみるか。マップ確認する。あ、違う違う違う、これあれだ。あそこ行くんだ。なんだっけ、狂乱の花園だ。狂乱の花園につながってますね。ボスでもいるのかな。拠点があるか。いや、ないですね。あ、ゾンビが出るぞこれ。うん、この先どうなってるんだ。あ、すごい。あ、なんかこれ専務しようとかだっけ。違う、飲み男だっけ、どっちだっけ。飲み男でしょうか。なんかこう心が踊らない心が踊らないですね。うん、何もない。あ、なんかある。それスイッチがあるんだ。よし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 。ということは拠点がこの近くにあるはずだ。マップ確認する。いや、でもちょっと遠いか。いや、でも行きますか。うん、よし。ちょっと体勢立て直そうじゃないか。そしたらグレーターンはもう使っちゃっていいから、またとも帰るかな。ここでボスと戦ったんだよ。ダリオだっけ。よし、じゃあこれセーブを取ると。なるほどね。よし、じゃあマップを確認して、じゃあ今回は終わりにしようか。あ、でもあれか、戻るの大変ですねこれ。いや、しかしでも戻りますか。まあちょっと時間かかりますけど、まあでも戻って合成するところから収録を再開しようかな、次回はね。はい、じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。